目にある私立の高等学校。学校法人図局学園が運営している。地元での通称は鹿高。県内最大級の生徒数が在籍する。なお、同じような学校名に、鹿児島県立鹿児島工業高等学校があるが、地元で加工を用いる場合は、鹿児島高校を指すことが多い。県名及び県との氏名を冠していることから、 しばしば他県出身者からは、公立の学校であると誤解されることがある。卒業後は、大学進学や鹿児島県内企業への就職、特に姉妹校である、鹿児島国際大学への進学が多い。1990年、同学園が経営する、鹿児島高等学校修学館高等部が、別館として設置されたが、2002年に分離、独立した。 寮は平成25年度をもって閉館。女子寮の玉江寮は元は鹿児島短期大学の寮であった。鹿児島短期大学が公明解消移転に伴い同校の寮になった。2010年までは修学館高等学校との共同の寮であったが後に実質登校の女子寮になったため基本的には入寮できた。平成26年度以降は 男子も女子も駆け越しや役師の下宿を学校から圧戦される。ありがとうございます。